SNS で、まあ、大体9割はもうちょっとふざけた話してるんですけど、うん、1割ちょっと世の中に物申すじゃないですけど、はいはい、なんかあの悪いことした人、政治家さんとかがいたとしても、うん、その子供がいじめられませんようにとか、うんね、平和な世界に なったらいいなとかいう願いをまあ込めたりするんですけど、そうですね、うん、そういう世界がいいなって、だからそういうのがちょっと気に食わない人がいまして、お、はい、ある日まあ、僕がね、あのパチンコ屋さんの前で、まあ、チャリティー活動をしてる時があった、屋台出してね、うん、チャリティーをご協力お願いしますって、うん、でまあ社長と一緒に話しながらやってたんですけど、うん、そんな急にその、まあ、男性の人が来て、うん、あのちょっとこっち来て、仕事中に、ちょっとこっち来て、いやいや仕事中やからちょっと無理なんです、うん、社長もだから何の話みたいな感じになってるから、うん、大事な話があるねって言われて、うん、で、うん、何やろうと思って、社長も一滴って言われて、まあ、それほど言うってことは本当にね、うん、ちょっと大事な話、大事な話、ね、そうそう大事な話、ちょっと今それ聞いたらなんかそういうふうに思いますけども、うん、だからもうな、例えばもう火事になってるよとかそういうレベルかな、うん、でも大変な、そう大変なことあったんかなと思ったら急に、うん、タピオカさんはピー心理教ですかの人ですかって聞かれて、うん、ああ、うん、うん、って、いや全然違いますけどって言ったら、はいはい、あのピーいつ教会の人ですかって次聞かれて、ほう、ああ、うん、はいはい、いつ教会、うん、はいはいはい、うん、で、はいはい、そうね、はいはいはい、ピー教会、笑いすぎよ、ピー教会、ピー教会、はいはいはい、一文字言いましたけど、で、で、あの、いや何が言いたいねんってちょっとイラッとして言ったんですよ、はい、そしたら、あなたの、まあ、SNS、公安のそういう裏の人たちがチェックしてるよ、まさか、ターゲットにしてるよ、ビバン、ビバンか分かんないけど、じゃあ、えって、どういうことって聞いたら、うん、俺の知り合いがそういう公安で、うん、えって、この人はって、なんかやばい思想を持ってる人じゃないんですかっていうので、ターゲットにしてるから、うん、そういうツイートやめた方がいいよって言われて、え、全然誰も批判してないじゃん、平和になりますようにとかそういうのでって、うん、それでやばいと思ってるそいつ、その無能なやつ呼んでこいって言ったよ、うん、で、あの、いやそういう問題じゃないから本当にやばいんだって言うから、じゃあなんでまず分かったのって、俺のやつをそうやってあれしたのって言ったら、いやタピオカさんのそのツイートに対して俺が返信したでしょって、やめなさいとか言ってたでしょって、それを見て判断したらしい、じゃあお前のせいやないかいお前が何とかしたらそれ無能なやつをって言ったら、うん、いやだからやばいんだって、俺もその時に、あこいつ嘘ついてんなって、公安がそんな無能なわけないや、もっと調べないといけない人たちに、まあ、まあ、まあ、そう規模やな、ね、確かに俺みたいなあのアカウント、うん、めちゃめちゃ9割ふざけてるやつに、うん、なんかもっとひどい書き込みとかもあるのに、うん、タピオカだけってね、そう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 、うん、だからたまたま見たからって、無能すぎるやん、うん、あれ俺のを見てそう思う人ってまずいないやん、普通に考えて、うんうん、この思想やばいなっておらへんやん、誰に聞いてもおらへん、あのそんな思想見えないよってやっぱ言われるわけ、うんうん、なんかあのそういうことは物申してるのは見えるけど、うん、そういう思想は見えないよって、じゃあなんでそのそこをやってるやつ無能なやつは見えんねんっていう話になって、もうだからもうええー、わええー、わってもう言ってた、なら、あのもう僕はって巻き込まれたくないからって言われて、いやお前が巻き込んだよって、お前何とかしろやってたけど、いやもう全部自分のそのコメントしたと消して、でさらにブロックしましたけど、俺巻き込まれてないからって、うん、身勝手だな、うん、あ別にいいですよって、で俺もブロックするからって、うん、もうすぐブロックして、ほんだらもうほんだら誰にも言わないでくださいって言われて、だから言えるかこんなことって、恥ずかしくて、うん、しょうもないし恥ずかしいや、人にそんなことされたって言うことすら恥ずかしいからやめとくわって言って、でまあ別にいっか、俺別にそんなにね関わってないしいっかと思って、まあみどりさん応援してた人だから、まあ別にそこまでね、俺さえあれすればみどりさんには迷惑かからないなと思ってたら、あの速攻みどりさんに、グリーンさんにタピオカさんにブロックされました、だからあのこういうね、ああまあ僕らが集まるライブとか、うん、こういう公開するわけいけません、うんって言ったから、みどりからしたら
何のことってなる、まあ、うん、まあまあまあ、企業がね、そう、でそれで俺にみどりさんが詰められた、うんうん、え、どういうこと、なんでブロックしたのって話したら、いや、あの、なんか来た文章と全然意味が違うんだけどみたいな感じでなって、で、まあ別にもうね、そういうこと教職、まあレッドだってね、なんかあの一緒に歩いたらツボペーって吐かれたとか、恥ずかしかったとか、そうっすよとか、そういうのもあったし、あのお酒飲んだカンカンをそこにその場にパンって捨てたりとかして、俺があの拾おうとしたら関係ない他人の人が拾って捨ててくれたとかね、もう送迎悪かったりとか、あと一番レッドさんが許せなかったのは、自分のベルトのついてるアイテムをこう取られて下にポンと落とされたっていうね、貸してって渡したら下にポンと落とされたとか、いやもう本当にこれは僕の中では一番許せないことですね、がそういうのあったから、まあ、別にメンバーとしてはもういいやって、はいはい、俺がねごめんねみんなちょっと目開けてって言っても別にいいよって言ってくれたから、うん、だからこれでまあまあ平和だなと思ってたら、急にねその後あのツイッターで、うん、アマネックスですね、で、うん、ちょっとそろそろ行こうかなみたいな感じで、僕らが集まってるところに顔出さかなみたいな感じで、うん、言われたから、これはちょっと身の危険が危ないなと思って、うん、はい、すいませんってもうできんですみたいな感じでね、うんうん、その時やってたお、ね、ところもあったから、そのバーでやってたんで、うん、バーの人にもちゃんと伝えてたんで、うん、来たらちゃんと追い返してくださいみたいな感じで、うん、ほんならなんかそれはなんかなんていうか、侮辱罪か、あの名誉毀損か分かんないけど、それ書かれて、うん、どこがと思いながら、何も毀損もしてないのにね、うん、そうで、結局その言い訳をグリーンさんにあの DM で送ってたんですけども、それがだからなんかもう僕は別に強要はしてません、ただ単に注意しただけです、うん、いや強要やん完全に、だって仕事のとこまで来て、でわざわざ仕事中に来いって言って、しかも命令してくるわけやろ、強要すぎへん、だから今日、だから簡単に言うと、今日ベルト巻いてるやろ、それ子供にあの悪影響やから外しなさいって言ってるレベルやん、簡単に言ったら、うん、大人がこんなん巻いたらダメよっていうようなぐらいのレベルやん、それをただの注意って言ってきて、うん、だから水流しますみたいな、タピオカさんにあんだけ言うたらったけど水流しますみたいな、うん、バカじゃないあいつと思って、でそこ何勝手に一人、そう怖い話でしょ、はあ、どうですか、ちゃすぎるよ、どうですか、結構怖いでしょこれ、いや怖いですね、うん、これで、あのネタに聞こえてますけど本当にあった怖い話なんだ、うん、はい、まあね、もう、はい、まあ、一応肩書き芸人っていうのがあるんで、あのこれに色つけようともつけれるんですけど、うん、色つけなくても結構濃いんで、もうすっごい汁がいっぱいかぶってる料理やから、もうこれ以上いらんやろって、心配だった、チャンネル登録の方よろしくお願いします。